あのインド舞踊、インド古典舞踊には8種類もあるんですが、そのうちの一つのオディッシーダンスを私は専門にしていて、マーニーキャビーナオディッシーダンスの魅力に限って言うと、左右非対称ポーズがジグザグ系というか、まあ、これがまあ一つのポーズで、こっからいろんな動きが作られていって、それの起源のまあ場所に私は一応拠点を置いてるんですね。もうオリッサ州って言うんですけれども、そのオリッサ州っていうのはすごくそのオリッシーダンスだけではなく、いろんな伝統工芸があったり、まあ、あの銀細工があったり、すごく複雑なかすりの生地とかも作っているところで、職人気質ですかね、どっちかっていうと、まあ、そういう方がいっぱい住んでいらっしゃるところ でその中でなんかこう新しいものも私はすごく興味があるので、いろいろトライしてきました。スネークパワー You bestow, you punish, you burn the human ego to obtain divinity。使われてきた自分のそのクリエイティビティとか、そういうのをまあ生かしながら、今回は東京という自分の馴染みのある場所で作品を作るということで、いろんな人に出会ったり、私にはできないクリエイティビティなんかもすごく私は楽しみにしております。ダイナマイトな作品になると思うので頑張ります。はい。